清水マヤは毎日放送のアナウンサー。兵庫県神戸市の出身。マヤという名前は神戸市内にそびえるマヤ山に由来していて、出生年の1月17日に同市内が阪神・淡路大震災に見舞われたことを受けて、両親が神戸らしい地名を名前に入れたいという理由で付けたという。その一方で、この年の JRA 年度代表馬であった。 マヤのトップガンに由来していることも明かしている。兵庫県立夢の大高等学校から同志社女子大学表彰文化学部へ進学。大学卒業後の2019年4月1日付で野島咲子と共にアナウンサーとして毎日放送に入社した。ニックネームはマヤ、マヤドン、マーヤン。毎日放送への入社後は野島とのコンビで、 テレビラジオ番組に登場する機会が多く、2019年9月から2021年3月まで出演していたチチンプイプイではシミの字のシミとも呼ばれている。また、野島からはマヤドンというニックネームをつけられたという。2020年1月からはミュージックを関した番組へのレギュラー出演が相次いでいる。同年4月からはサタデープラスのナビゲーター。 2021年春からは選抜高等学校野球大会関連の番組を担当中。なお、新日本放送時代の1959年3月1日からテレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた毎日放送は2021年4月1日付でラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は移管を機に テレビ単営局へ移行したが、清水はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。テレビでは2021年4月からサタデープラスへの出演と並行しながら、土曜日の午後に土曜の4チャン t v でアシスタントを務める。 テレビラジオ以下の番組にはいずれも不定期で出演。テレビ2019年9月から2020年10月までは放送予定のテレビ番組を紹介する関西ローカル向けスポット CM のオープニング映像にも単独で登場していた。ラジオ以下の番組にはいずれも野島と揃って出演。以下はいずれも2020年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に。 急遽編成された特別番組、ありがとうございます。